どうもこんにちは、旅町歩きチャンネルです。今日は福岡県福岡市地下鉄の大濠公園駅に来ています。今回はですね、この大濠公園駅から大濠公園、そしてその隣のですね、舞鶴公園を歩いていこうと思います。まずですね、この場所のアクセスですねは、博多駅から地下鉄に乗って10分、そして天神駅から地下鉄に乗って4分、2駅で来れるという都会のど真ん中にあるわけですね。そう、ど真ん中にありながら、今この地図を、ちょっとですね見ていただいてますが、自然池とかですね、緑が広がっているというところですね。もうこのすぐ近くは、先日動画で上げたですね、福岡の中心市街地、博多から天神までのですね、大都会が広がっているというのが、僕的にはものすごく驚きでですね、その大都会のすぐ隣に大自然というかですね、まあ、憩いの場ですね、憩いの場の公園があるというところが、これもですね、福岡市の大きな魅力の一つだと思いますね。そしてですね、この大濠公園というのはどういう場所かというと、福岡っていうのは城下町やったわけですね。今の福岡市の中央区は。そして、その福岡城があったわけですね。そして、その福岡城の外堀だったのが大濠公園で。そして、福岡城があったのが今、この隣ですね、に整備されている舞鶴公園だということですね。この大濠公園はですね、1929年に県営の大濠公園になったらしいです。この今、見えてる池はですね、円周で 2km にも及ぶというものすごく大きな池ですね。この池の上にはですね、橋もかかっていたり、あとこちらのスワンボードとかもですね、流れていてですね、非常にのんびりと。そしてまあ、この、まあ、周りも今ちょっとビルとかも見えてますがですね、ビルに囲まれたまさに都会のオアシスだと。この大濠公園がまさしく都会のオアシスという言葉がものすごくぴったりなんじゃないかなというくらい都会のオアシスぶりを感じますね。このように木漏れ日の中ですね、のんびり散歩できるというところですね。そしてまあこの大濠公園には、ただ公園があるだけじゃなくてですね、美術館やまた、まあ、福岡城があったという歴史があるんで、まあ、福岡城の跡だったり、あと古代の歴史の跡も実は隣の舞鶴公園ですね、にあるというところなんで、まあ、のんびり歩きながらですね、少し歴史にも触れていこうと思います。こちらが福岡市美術館です。近現代の美術とともに東洋の古美術品を多数所蔵する総合美術館として、1979年に開館した美術館です。今日はですね、月曜日だったので、休館日でした。はい。では、大濠公園を後にして、舞鶴公園の方に向かおうと思います。今ですね、ちょっと飛行機が飛んでますね。空港がものすごく近い都市、福岡を感じます。こちら、舞鶴公園には、福岡城跡があります。福岡城はですね、黒田長政が築城したお城です。1601年に築城が開始されて、1607年に完成しました。1600年の関ヶ原の戦いでですね、黒田長政は徳川家康の東軍を勝利に導くですね、活躍を見せたということで、福岡周辺の領地を与えられたというところですね。そして、新しい城とですね、城下町、今の福岡のにつながる町ですね、を建設して福岡と名付けたというところです。そしてですね、隣の庄と博多とともにですね、福岡藩の中心として発展していったというところですね。そして今、福岡市の中央区が、かつての福岡の町として、そして、博多区がその庄と博多の町として、今もこう、お互い支え合いながらですね、発展してきているということですね。ちなみにこの福岡城のですね、天守がですね、まあ、あったかなかったかという論争が続いているらしいです。では今、福岡城跡をですね、歩いていっています。
ちなみにこの福岡城跡はですね、現在は舞鶴公園として整備されているわけですね。そしてこの舞鶴公園にはですね、春には一面の桜で彩られると、花見の客がいっぱい来るということですね。また桜以外にもですね、園内には四季折々の花が咲いているということで、一年中のんびり花を見ながら楽しめる公園でもあります。そしてこの園内からは福岡の街並みを見渡せるんですが、今ですね、この行った日は天守台の方にちょっと整備中で上がれなかったので、そこからの景色が見れなかったんですが、このようにですね、ビル群が立ち並ぶ、街並みを上の方からですね、見ることができるというスポットでもあります。福岡城は江戸時代に作られたものですが、続いて紹介する高炉館は古代の重要な施設です。高炉館はですね、古代の外交の施設でして、平安時代には福岡と大阪、そして京都の3カ所に高炉館というのが置かれていました。その中でですね、場所が判明しているのは福岡の高炉館だけらしいです。福岡の高炉館は飛鳥時代から平安時代までの400年もの間続いていた施設です。中国や新羅からの施設をもてなしたり、遣唐使などの宿泊場所としても使われていました。平安時代半ばからはですね、外国からの商人が往来する拠点施設にもなって、そこからですね、小都博多にもつながっていくということです。この高炉館が建てられていた場所はですね、現在このように一部の施設が復元されたり、解説なども詳しく書かれていて楽しく学ぶことができます。はい、というわけで今回は福岡市の都会のオーシス、大濠公園、そして舞鶴公園を歩いてみました。これらの公園はですね、福岡、大都会福岡のど真ん中から地下鉄で2駅、歩いてでもすぐ来れる距離にあるという好立地にありながら自然に囲まれて、そして古代から江戸時代までの長い歴史を感じることができるとても楽しい場所でした。古代の歴史に関しては福岡にはこの高炉館以外にもですね、金印が発見された漢の和の名の国宝ですね、あとかの有名な太宰府もあったりして、古代史を語る上では欠かせない施設も他にいくつかありますので、また巡って動画で紹介していければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価していただければ嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。